それでは今年のクイーンステークス優勝されましたテルツェットで優勝の池添健一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやゴール前非常に際どかったですね。ゴールした瞬間はどっちか分からなかったんですけど、差し付いてくれって思いながらゴールして帰ってきたら勝ってたのですごく嬉しいです。今回は初コンビということですけれども、前走から2ヶ月3ぶりの出走でしたけれども、レース前の気配いかがでしたでしょうか。気配はそうですね、開始馬は状態は良さそうだなというふうに感じましたし、初めて乗せてもらうので、調教も乗ってないんですけど、レース映像しっかり過去のを見ながら、どういう馬かっていうのを把握しながら、開始馬とか掴んでレース臨んだんですけど、1コーナー少し頭上げるところがあって狭いところあったんですけど、そこクリアしてからはいいリズムで走ってくれてましたし、内枠だったので、どこが突っ込んでとは思ってたんですけど、最後は内行ったんですけどね、よく狭いところを抜けてきてくれたと思います。道中は6番手ということで、前半 1000m が1分1秒1、このあたりはいかがでしたでしょうか。あまり流れてないなっていうふうに思いましたし、3番手にウォータナビレラがいたので、そこは多分豊さんが3番手であのレース展開コントロールしながら乗ってるなというふうに思ってたんですけど、僕のはもう末足いい馬なのでそこを引き出すようにだけ考えて乗ったんですけど、うまくいったと思います。さあこれでテルツェットは去年について連勝、そして池添騎手はですね、なんとクイーンステークスこれで4勝目と非常に相性のいいレースでした。いや、いいものしてもらってますし、今日もしっかり結果出せてよかったと思います。最後にファンの方にお願いします。はい、まだ札幌開催続きますし、一つ一つ頑張りますので、競馬場に足を運んでいただいて応援していただければいいかなというふうに思います。ありがとうございました。